ハイサイ。ハイサイ。今回は北大東に来ております。来ます。よっしゃー。なんでね、北大東に来たかというと、はい、今回ですね、はい、北大東島にいる怪魚を狙おうかなと思って、はい。怪魚。おお。ちなみに魚のラインナップの方はどうなってるんですか？はい、インバンダルマ、はい、ナワキリ、ナワキリ、ね、カンパチ、カンパチ、マグロ、やば、あと軍艦も釣れるんです、はい、あとマダラタルミ、はい、あとあの、ま、マダラタルミ、はい、で今言ったこの海魚ってなかなかね釣ることできないんですけど、はい、北大東島に来ると出会える確率が高いみたいなんですよ。おお、しかも打ち込みでハイサイが目指してた陸からの GT も釣れるっていう情報も入ったんで。そこで見てください。この二人スペシャリスト出てきました。釣りのスペシャリスト、モリモリさんとスバさん。ってことで早速釣りに行きたいんですけど、このラインナップ聞いた中でも、いや、もっとすごいやつがツーバーさんがいるぞっていうことで、ツーバーさんちょっと教えてもらってもいいですか？めっちゃ高級な魚がいて、はい、あ、マジで？そう、シブダイっていうんですけど、シブダイ、フエダイっていう仲間がいるんですけど、はい、その中でも特に元祖フエダイっていうのがいて、これが1匹うん万円するらしい。うん万円？食べたことあるんですよね。うちらもあのたまに釣るんですけど、漁の時はい、セリには出さないですね。なんでですか？美味しいから。あー、なるほど。単純すぎた。答えが単純だ。それを前回このさっき出たたけしさんとひっちゃんさんが行ってる時に一回釣ってるわけ、はい、やばーけど、そういう知識がないからフォーカスが当てられてなくて、はい、今回この北大東行くの決まって復習で見せたらそれ釣ってて、しかもいいサイズを、はい、はい、釣りましたって終わったからもったいねって思ってそれこそってやつがいたから1 万円を、そうそうそう、はい、ちょっとじゃあまずね、島に来たからには車で島一周してポイント探しに行きますか。はい、じゃあそれでは行きましょう。はいはい、はい、ということですね、島を一周まずしてみるんですけど、うん、今こちら26層さんに今回あのお世話になってて、今こっちにいるんですよ。こっちからまあ島をもうバーッと回っていくんですけど、今日風が北風、北東、北西かな、北西が結構強いんで、うちの南回りっていう、南、じゃあ下回りの方からですね、わ、はい、かりました、じゃあ移動します。はい、はい、ちょっとね今回ろうしたらなんか通行止めになってるんですよね今ね。早速スタート通行止めなんですよ。そして今回海ですね、結構うねってますね。うねりがでかいですね、結構、まあ、すごいな、うねりがすごい。この状態でね、釣りがどうできるんですかね。公園に来てますね僕ら今、こっから今こう来てるんですね。これでかい、で今こっちに来てます、来てば。これあるやん、大きい地図あるやん、でか、一番見えやすいし。今僕らどこにいるんですか？今は今ここっすね、ここ、こう海どうなってんの、このこちら。うわー、うねりがちょっとやばいですね。うねりもすごいけど、いきなりドンブカってすごくないですか？ドンブカガコーンって落ちてる。あ、ドンブカだ、うわすげえ、うわすげえ、やっべー。釣りできるかこれ、これワンチャン今回釣りできない遠征の可能性もありきり。とりあえずスーパーカズラ探しますか。うんね、ちょっと結構もう風が強いんで、ここダメですね、うん。はい、ポイントつきました。はい、つきました。早速なんですけど、浮かせ釣りとこのカゴ釣りを、カゴ釣りっていうんですかこれ、大量の餌を入れてそれで釣るっていう感じですね。はい、まずは夜の餌となるムロアジと小さい小魚、はい、そうですね、釣ってきてですね、はい、怪魚、ね、どんだけもう大きいのか分からないんで、はい、とりあえず怪魚が好きそうな小魚をね、釣ってたくさん釣ってキープしましょう。はい、残り2時間ぐらいでちゃちゃっと釣りましょう。頑張って釣り返しましょう。はい、もう釣りしてるやん。死に早かったからね。死に早かったっすね。はい、ここでね、ツーバー早速ヒットみたいですね。うおー、走ってる走ってる。え、なんすかあなた。モリモリさん、はい、餌、あ、ムロアジ、はい、これが泳がせとか打ち込みの餌っす。はい、ムロアジちゃんっすね。いや元気だ、30ぐらいある ね。これが餌になるんですよ、このサイズが。これが餌、やばいな、北大東やばでかくね。はい、そして今逆光のバンマンもね、驚いてますね。これ餌？はい、もったいない、食べよう。モレモレさん逆光で食えるのかなと思ったらジグロでしたね。バンマン見てみようかな。はい、そしてバンマンどんな？今自分はみんな沖狙ってるじゃないですか。はい、だけどまずは沖じゃなくて際にいる。おっ、来た、来た、すげえ、バンマンのお尻映してたわけ。おおおお、うおうおお、なに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 、なになに、なに、早く食えって感じ。食うの下手なの？
もうちょい、もうちょい、もうちょい。あんた釣ったのが釣られ食われてんの今。まだっすね。皆さん、あの今バンバンが釣ったやつが 食われてます何かに。まだっすね。ちょっと腹筋切れてます。はい。おっしゃー、乗った乗った。あのバンバン釣ったやつがハイエナされました。あ、そして離した、離した。チーンってなってますね。いやこれあのチーンっていう効果音つくんじゃないですかね。これつけてもらっていいですか、チーンって。ここ怖っ。見てください、鱗チャーハガレ、背びれが2本なってる。バンバンの竿にヒット。うわ、なになになに、海面イスズミだ。うわ、イスズミか。一回息を吸わせば。おお、粘るね。はい、オッケー。よっしゃ、じゃあ抜きたいと思います。釣れました。あ、いいサイズさ、スズミ釣りました。釣ってるね、これね。俺に似てますね。これバンバン王だろ、これ。バンバン王、ムチムチ。バンバンヒット。自分で言う。自分で。お、ムロちゃん来たー、ムロアジ。ナイスサイズ、ナイスサイズ。あ、釣れました、ムロアジ。餌サイズじゃないですか。そのままもらっていいですか。はい、そのままどうぞ。あ、でかいのがいる。あ、ほんとほんと、死んでから弱っ。置いてきましたね。あの緊急事態発生。確かに、モノモノさんがもうすでに餌つけてますね。あの、自分が取られました。引っ掛け針も切って、しかも、針も途中で抜いてくれるかなと思ったら歯で切ってつけられました。あの、仕掛けもう一回自分で組めと言わんばかりの行動でしたね、この子。いや、けど今目の前に真下にね、大きいのいたからね。なんすか今の大きいの。マンタ。あ、マンタ。マンタ。いや、はい、まあ、モノモノさんね、あの、大物狙いですね。なんか、なんか来るみたいですよ。なんか来て、ほらほらほら、なんか見えないけど、こうやって行った。なんか、え、マジっすか。うん、ちょっと今死んでるムラージパチャンって落としたらすぐ。いや、なんなんでしょうかね。そしてムロアジはどうですかね。あれ、ちっちゃくなってない。あ、ちっちゃくなってる、ちっちゃ、あ、ムラちっちゃくなってるよ。あらららら、ムラちっちゃくなってるよ。あらららら、や、やば。半分こうなっちゃってるっすね。そうですね。あのムロアジをここまでにする強者がいるんですね。やば。はい、今ツーバーさんの浮きの周りをヒット。ーツーバーさんヒット。なんだなんだ、竿の方はデージ曲がってる。来た、いいよいいよ。あ、ギラギラ光ってる。見えてきた見えてきた。ナイスサイズの5つ目。お、後ろからカマスが来よった。切られた。あ、切られたじゃない、外れた。ああ、残念。やっちゃった。もう一回頑張りましょう。お、ツーバーさんいった。さっきのリベンジじゃないですか。あ、なんでよ、外れた、あれって。すいません、もうそろそろ演技やめてもらっていいですか。ってことで、あの、亀仙食べますか。いただきます。いただきます。亀仙もらいました。新ショック。カマホモリモリ。優しいお菓子おじさんですか。じゃあこいつ食べて頑張りましょう。てか、おぉ、ツーバーさんいった。お、お、フッキング3回入れました。イスズミっすか。多いよね。お、あ、なんでツーバーさん、また演技ですか。ツーバーさんヒット。竿が2になってる。さあ、またバラシゲやるのか。さあ、頑張れ。いや、バラシの申し子、やばいやばい。5つ目だ。やだ、バラしたくない、マジで。あー、待って、バラだ。おお、ツーバーさん、なんか言ってる。なんすか、なんすか、ツーバーさん。今網開いてます。若くて綺麗だな、まあまあ。めっちゃ綺麗ですよ、若くて綺麗。これ分かったから、早く早く早く。なんか赤似合いますね。つばさん、はいはい、つばさん、はい。はい、はい、つば、お願い。入った、入った。あー、よかった。あー、ナイスサイズ、おめでとうございます。うわ、でかいな。でかでかでか。ツーバーヒット。お、回ってる回ってる。おお、咲いてる咲いてる。おお、あ、惜しい。お、入ったかな。あ、入りました。やりましたね。すごいっすね。お、すごい、なんか青いね。初めて見た。綺麗ですね。綺麗だ、本当だ。尻尾めっちゃこいつ
美味しそう。美味しそう。じゃあキープしておきますね。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、はい、今もうちょっとね風も強くなってきて、はい、まあ、ある程度餌も確保できたんで、ちょっと作戦会議がてら一度宿に戻りましょうか。はい、戻りましょう。はい、はい、ということですね、今回お世話になりがとう26層さんですね。今回も地元の方にねめちゃくちゃよくしていただいてます。はい、ありがとうございます。とりあえずご飯食べて体力温存して、この雨が落ち着いたらちょっとまた譲りに行きましょう。はい、譲り行きましょう。それではちょっと作戦会議もねやりましょう。はい、はい、ということですね、はい、ご飯時間ですね。待ちに待ったご飯時間。食べていいですか。食べましょう。食べていきます。いくら高いご飯屋さんに行ってもね、ダメなんですよ。ここで仲間と食べるやつが美味しいんですよ。お疲れ様でした。早っ、うん、めっちゃ早い。お腹空いてたから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そんな感じ。まあまあこれだけじゃ俺のお腹は満たせねえよ。マジか。さあ、サンロクさんどうすか。俺もちょっとそう考えてたよ今日。サンロクさん、どうした。イスズミがありますよ。餌のイスズミですか。餌のイスズミよ。一回ツーバーの聞かんとだな。確かに俺たちはもう食べたいはず。ツーバー的にはどんどんな。お腹いっぱいですね。お腹いっぱい。でもあれ怪魚の餌になる子たちっすよね。我々の餌になるんですか。多分その俺が怪魚だったら別に一匹でいいかなっていう。俺も別に欲張らんで一匹二匹いれば大怪魚だったらちょっとお腹いっぱいなんだ。じゃあ食べれ。ボロボロさん的にはどうだった。ボロボロさん的にはどうすか。いやけど足りないっすね一応。じゃあ食べれ。じゃあちょっとじゃあこれ3対1どうしようかなって料理しましょうか。もしやったらでもこれ食べるしかないっすね。食べます。いただきます。はい、先ほどね怪魚の末ゲットした。イスミスね。しかもなんか一番でかくないですかこれ。これ。いやお腹空いてるから大きいのがいいんじゃないかな。美味しそうですかね。確かにしゃあない。俺ピッチャーも一匹持ってきました。俺ピッチャーデージうまいんですよ。絶対うまいだろうね。うわ、海で泳ぐダイヤですねこれは。お、身がすごい。見て。身すごい綺麗。光ってる。うわ超綺麗。綺麗。なんか油がすごい。さばきながら、うん、確かに包丁がね今油めっちゃ強い。もうすごい。ちょっとあんまり力が入らないんですよ油で。鬼が岩行ったから力が入ってないです。そう、筋肉痛ですこれ。俺筋肉痛だと思いますよこれ普通に。筋肉痛。OK です。はい、次はお湯に入れます。入れます。なんですけどこれ1回目匂いを抜くために入れるんですよねこれ。そうっすね。お、なんで知ってるんですか。さっき言ってたからです。お風呂入らしてちょっともう一回洗いましょう。うわー、はーい、もう一回あちらします。あちらします。あちらしますか。温めますね。じゃあ温めて終わった後に会いましょう。よしのもと超いい香りすんじゃん。生姜が落ちてたね。生姜もちょっといいですね。生姜を入れるとね、匂いもね、臭い匂いとかも取れるんですよね。そうなんです。椎茸見つけたんです。やったー。椎茸あります。あ、椎茸あります。椎茸好きなんだよなー。この椎茸のこの酸っぱさっていうんですか、なんか酸っぱい香ば、なんていうんですか。酸っぱ、酸っぱかったか。酸性っぽい匂い。なんか酸性っぽいって言ったんだけど。あ、ないだろ。わかるかな。椎茸酸っぱいだろ。浴槽掃除だろ、これ完全に。届くけど痛いんすよ。なんか痛いな。さっきからなんか筋トレみたいなやってたんですよね。そう、柔軟してもらってるんですよ。うん、痛っ、うん、痛かった今の張ってる。やばいっすよ俺。これ肩凝ってる人とかって、うん、グッと押してないけど軽く押しただけで痛くなる。そうなんだ。だから森森さんが森森さんって言ってる時全然痛くない、うん、森森さん多分、うん、あれっすよ、俺と一緒のストレートネックのレジになる人ってこっち痛いっすよ。痛い。急になんだこれ。痛い。ハト胸とかいるじゃないですか、筋肉が。こんなロープとかやってたらこっちに筋肉つくんですよ。その人ってこっちの背中が悪くなって、うん、デージ張るんですよ今。整体によく行ってるんですけど、うん、あ、俺だから超張るわけ。こっち張る人はこっちほぐしたらいい。いや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 。俺全然痛い。俺さ、こいや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 。やんな、どこやんな。もうご飯ね。どこ、ご飯。すんな二人。しかも羨ましいからな。大抵鍋。はい、ということですね、できました。こちらこれ、マースニっすね。マースニですね。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。はい、あ、プリプリしてるね。怖っ。うわ、死にうまいです。
美味しい。死にがつくぐらいうまいです。死にうまい。とっても美味しいってますね。やばい。大事件、ラーメン食ったらもったいないレベルでうまい。嘘。知るわ。うまっ。石積みってほら、あの臭みがあるとか言うけど、どんな臭みとかは全然ない。あ、全然ない。なんかむしろこの椎茸のおかげでかわからないですけど、調和されてるっていうんですか、中和、中和、中和されてて、なんか臭みがない。うん、食べたい食べたい。ちょっとさ、超筋肉いい。どうぞ。いや、いつの韓流サーネっていう髪型だ。そうそうそう、俺もずっとなんかちょっと聞いちゃうんだけど、香港、香港に出てくるよね。そうそう。お、ハウツ、ハウツ。この人、あれどこだっけ、台湾とか行ったら日本語下手くそになるから。あ、そうそう、モンゴルさん、台湾の人だ。そういう癖あるの。台湾の人と喋るときちょっとあの台湾っぽい名前になるわけや。日本語がわからんくなる。この魚熱いよ。熱いよ。あなたこの魚食べる。お、スーパーさんは。あ、汁も美味しい。ついに汁美味しいですね。どうぞ。あっと、確かにスズメかどうかって言われたらわからんけど。わからないですよね、これ。魚が苦手だか、スーパー。それでもやっぱスープは、うん、あれだ、中身汁みたいなスープの味するんですよ。臭みはない。これがスズメダイです。親ビッチャーって言われて。あ、親ビッチャー食べたい。親ビッチャー美味しいっていうね。これ、これ、これだよ。親ビッチャーも食べたいっていいですか。身が柔らかくて美味しいんすよ。お、柔らかい。ホクホクしてるんすよ。定住前柔らかいね。うん、親ビッチャーの方が好き。食べやすいですよね。美味しい。ホクホクしてて、なんか細かいね。そう、パラ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 って口の中で消える。むしろモリモリさんがいないと料理作れる人がいなかったと思う。このメンバーの中で。確かに。ちなみにもう前もって言うんですけど、こっちに 4泊5日あるじゃないですか。スーパーさん魚食べなかったら痩せますよ。はい、ということですね。あの夜の海に来たら見ての通り超大雨、大雨ですね。やばい、寒い。シティビッションした。なんか予報見たらこの後なんかやばいみたいなので、うん、ちょっともう一旦今日は帰りましょうか。何かぶってる。今から満潮なんでもっとかぶってくるはずなんで。じゃあちょっともう早めに避難しましょう、うん、お願いします。はい、お、バンバン人が。でかいでかい。もうでかい。戻して戻して意味ないんじゃないですか。ホテルなんか四つ葉のクローバーとか出してるんですか。何やってるんですか。